これいいですね。質問箱貼ってあるんですけど、住みたい家の条件を教えてください。これはね、その立地、まず立地、自分のその慣れ親しんだ土地というのが一番いいのと、あとはね、その温度的に快適なこと、温度とか湿度とかが快適なこと、その辺ちょっと古い家とかだと結構ね不快になったりするから、その辺はでもどんな家っていうよりは維持が大切なんだけどね。あとは隣人だよね。隣人がどんな人かっていうこと、そんな感じですかね。あんまりそのどうなんだろうね、なんかマンションとかさ結構管理費とかが高くて損した気持ちになるからさ、